はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、今日は朝どれぐらい切りますか？どれぐらい？さっきお母さんが言ってたぐらい、うん、お母さん言ってたぐらい、お母さんどれぐらいって言ってたっけ？前見て、前前から見て、じゃあこれぐらい切る。はい、8センチから8センチぐらいかな、10センチぐらいかな、うん、切っちゃって大丈夫なんだよね。はい、であとは乾かしやすいように量をちょっと多めに減らしてって感じだね。で大丈夫かな今日は。はい、で前髪はどうする？前髪は長いの。はい、じゃあ今日、まあ、長さこれぐらい切るんだけど、どうだろう、毛先の方って少し軽い方がいいの、それとも割とこうパツンと揃ってた方がいい？揃ってた方がいい。揃ってた方がいい。分かった。じゃあ今日はそんな感じで切ってくね。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあシャンプーしようか。ピンク嫌なんだって。可愛いの嫌なんだよね、なんかね。え、ピンク可愛いと思う。可愛いの嫌なんだって。どうしてもピンクのマスクが嫌だ。ちょっとピンク貸してください。ピンク嫌なんだ。ピンク、ピンクのマスク嫌だろ。嫌だ。そう、可愛いのが嫌い。ミッキーが嫌。ディズニーのマスク、ディズニーのマスクだよ。嫌だ。可愛いのが嫌なんだって。じゃあ切ってきますね。だいたい肩下のスタイルだと、レーム層を決めるときに襟足からバックですね、決めることが多いんですけど、レイヤースタイルの場合は後ろのレングスって結構重要になってくるんで、レイヤースタイルの場合はイヤー2から後ろのレングスから決めます。ただ今回のこのモデルさんの場合はワンレングスのスタイル、ほぼワンレングスのスタイルに切っていくので、サイドのレングスが肩下のスタイルであってもすごく重要になってきます。なのでバックではなくてイヤー2から前、サイドのレングスから先に決めていきます。じゃあさっき言ってたこれぐらいかな、これぐらいね、切っていいよね。はい、長さこれぐらい、どう？良さそう。はい、もうワンパネルで切っていきますね。これでサイドのレングスが揃いました。じゃあこのサイドのレングスに合わせるようにイヤー2から後ろバックを切っていきます。じゃあ頭をちょっと前に下げてください。はい。頭を前に倒してもらって、ヘムラインまでしっかりシェーピングして切っていきます。で、イヤー2から後ろはワンパネルで後ろに全部引き出してサイドに向かってつないでいきます。イヤー2から後ろとイヤー2から前のところの角を取ります。これでグリップ一緒につながりました。はい、で今度はイヤー2から後ろ、イングラを入れていきます。ワンレングスでネープセクションの内側の毛が出てきているスタイルって、後ろから歩いている姿を見てても本当に綺麗に見えないので、ワンレングスのスタイル、ロングの場合であっても
内側のヘムラインの長さは全部切ってきます。で最後までウメラはつないでいきます。さっきこう下を向いてもらって切ったので、ほぼヘムラインまでしっかり切り切ってるから内側の毛はそんなに出てこないんですけど、それでももう少し内側の毛を切っていきます。で最後までインナーをつないでいきます。前髪の長さってもう下にこう揃ってる方がいい、それともこう少し短くなった方がいい、なんかかっこいい方がいいんだよね。お母さんに助け求めてるじゃあやっぱりこれ短くしなくていいね、長いまで。 OK OK。 じゃあ、今日はここの顔周りのダウンも一切入れずにもうそれだからね、で前髪の角も取って、トップの角も若干取ります。少しだけ角を取る程度ですね。段が入らないように、レイヤーが入りすぎないように角を取る程度です。これで、フレームのカットは終了です。じゃあこれで量を減らしていくね。でモデルさんの希望で、量は減らしたいんだけど毛先の質感は、軽くしたくない、割と揃った方がいいということなので、根元から中間までの量は減らすけど、中間から毛先の質感は、減らさないようにします。ルーツセミングのみですね、入れていきます。でこのモデルさんの場合ネープセクションの毛が意外と少ないので、ネープセクションをそんなにこう充電的に減らすようなことはしなくても、ミドルセクションさえ減らせば大丈夫です。何かっこいい感じが好きなの。かわいいの嫌なんだ。今日じゃあブローした時もあんまりこうくるくるって巻く感じが好きじゃないのね。いや別にする。くるくるは好きなんだ。好きってわけじゃない。好きじゃない。真っ直ぐのが好き。でもいいよ。今日はそのくるくるしないじゃん。お母さんに。え？お母さんに全部任せてください。お母さんに任せていいの？お母さんに任せるとだって自分のいいの感じにならないよ、だって。ピンクのマスクじゃなかったらいいです。そうなんだ。で、オーバーセクションの量感、質感はドライしてみて決めようと思います。なので今アンダーセクションですね、アンダーセクションの量だけを減らしました。よし、こんな感じかな。これで乾かしてみて量をチェックします。はい、じゃあ乾かす前に今日はシーソーオイルを使います。ヘアメイクオイル、シーソーの2プッシュ。髪好きだね、でもね、サラサラだね、本当に髪好きだ。でウェットのカットの状態ではオーバーセクションの量
量感、質感を全く減らしてないんですけど、これで乾かしてみて、多分まあこれぐらいでいいのかなっていう感じなので、量は減らさないようにします。まあ重いこれって、もう少し減らしたい。どう？もうちょっと減らしたい。もう少し減らすか。OK。少し重いとのことなので、もう少しやり出します。オーバーセクションはあれかな。多分重いっていうのは根元から中間までの量感よりは中間から毛先の質感がちょっと重すぎるのかな、きっと。これ減らしますね。でセニルは入れれば入れるほど、髪の毛の質感をやっぱり壊してしまうので、なるべく最小限のセニルで、せっかく綺麗な髪質なので、この質感を殺さないようにしていきます。これぐらい。少し軽くなったね。これぐらいかな、ね、軽くなったね。で毛先の揃ってる感じもこれぐらい揃ってる、ね、軽くなりすぎてないからね。一回じゃあね、このまま立ってもらおうかな。で特にロングの場合は、全身の長さのバランスとかもすごく重要なんで、立った状態で一回チェックします。で大体、まあ、今日10センチぐらい切ってちょうど良さそうなので、これでもう OK ですかね。長さはでこの時に内側の毛が出てくるとすごくこうかっこ悪いので、さっきしっかり内側の毛は取っちゃいました。はい、OK。じゃあ座っていいかい。何つけようかな。よし。じゃあ最後の仕上げにもう一回オイルをつけます。モデルさんはあんまりこう可愛い感じよりも、かっこいい感じの方が好きみたいなので、まあ割とお子さんとか来た時に巻いてあげるとこう喜んだりするんですけど、今日はアイロン使わずに巻かずにもうストレートでさらっとかっこいいイメージで仕上げました。ね、大人っぽい感じでいいね。完成。お母さんの本気にして完成です。ありがとうございます。